の額 DJ ニュービル、そしてスリーポイント成功率これとも 44% ジェレットです。北海道北見出身ドサンコルーキー比江島、遠藤、竹内、ニュービル、ジェレットという宇都宮。そしてこの比江島に関してはラモスがついている。ジェレット高確率のスリーポイントショット、ステップしてツーポイントショット、比江島です。その姿勢が良かった、はい、そうですね、しっかり打ちに行ってますよね。 DJ ニュービルアタック、スピードのミスマッチをついたエンドワン。関野に対して関野タフショットになっている。ここを決めた、ミスマッチになっている。スリーポイントショット決まった。もう間もなく5秒を切ります。ショットクロックがない。寺園のスリーポイントショット、宇都宮もしっかり返してますからですね、はい、この辺りのチーム。あー、そしてスリーポイント決まりました。 DJ ニュービル、これでチームとして手元の、そこを見逃さないのが宇都宮。もう一本ディープスリー、 DJ ニュービル連続タイムアウト。北海道ウェルシュにはジェレット、そしてラモス、あ、比江島のいいディフェンス。さあスティール、ニュービルのワンハンドダンク、タイムアウト北海道。劣勢に立たされた北海道、ここもスティール、 DJ ニュービル今日2本目のワンハンドダンク。 DJ ニュービル、竹内、あ、ここは空いていた。タイムアウト北海道、これはある程度スリーポイント打てるぞという状況になります。関野が打った、来た、この後のディフェンスですね。に対して小川がついている。そうですね、これスクリーン行ってもズレができないんですよね、しっかり小川選手がディフェンスしてますんで。星野が左サイド、寺園がアタック、得意の形、フローターショット、フォトゥーから高島だ。今のうまさどのあたりですか。ちょっとディフェンスが交差して空いたスペース、 B リーグスリーポイントショット成功とはなりませんでした。ラモスが打ちます。試合終了、96対68、宇都宮ブレックス